オッケー、今回はエリア4、ギガントグラウンドの 4-2 をプレイしていきましょう。4の1前回プレイしたんですけど、ここ結構難しい感じ。なんだこれ、自動で動くやつだな。風で押される。またやりづらいステージ来たぞ。あ、でもまだ押されてんのかい。What?これもうずっとだろうね。このステージこんな感じに進んでいくんだ。やりづれ。ちょっと待って、こいつ吸い込みたいんだけど。あ、吸い込めない。カモン。カモン。吸い込めないのかよ、お前。腹立つわ。吸い込ませろや。何属性になるんだろうね、あれ吸い込んだら。ちょっと属性欲しいな。敵さんいない?風で押されてるんで進むのが、めっちゃ早いよ、これ。すごいスピードでいってら。あ、でももう、あ、まだ風で吹かれてるわ。これ金網の上行ったら、多分流されるね。あ、流されないのか?あ、別に問題なしかい。なんだそれ。ああ、いか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 。金網に捕まってるから流されないだけで。これダメだね。普通に立つと普通に流される。ああ、なんか毒ガス的なものも来てる。ちょちょちょ。うわ、痛い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 。よっしゃ、キューブ一つ目ゲットだぜ。ゲゲゲゲットだぜ。この調子でいこう。このステージめっちゃ早くクリアできるかもしれないよ、これ。すんげえ風に流されてるから。はいはいはい。一番上に到着。レッツゴー。これ先獲得したのは一つ目のキューブですからね。残るこの後二つこのステージにあるわけですから。あ!ウィップ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 。イエース!ウィップカービィ来た。これ俺一番好きな属性。強いもん。何くれる?おお、ソフトクリームくれた。似合わないね。うわ、何?中ボス?うわ、ここも風に吹かれてるし。ポイズンボロスすげえかっこいいな。おら、おら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 。おら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 。おら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 。ポイズン来た。ノン、近い近い近い。いてぇよ。ウィップウィップウィップ。ウィップ、ウィップカム。あ、もう倒しちゃったわ。はは、弱えよ、お前。飛んでけ、バカタレ。クソカスすぎるわ。ウィップカービー選んだらすぐ倒せるからね。よし。で、これ、ちょっと待てよ。下のあのシール取りたいんだけど、どうやって行くんだ?ここから降りれる?いや、降りれないね。これ、なんか破壊しないとダメ。あの爆弾を破壊しないとダメ。どうやってやるんだ?ん?これ、どうやってやるんだ?いけないよね。なんか特殊なアイテムが必要ってこと?これ、ウィップでは当然届かないからね、無知では。無理だね。なんか属性持ってないと無理じゃないのかな。それともあの辺、あそこにいたキノコがなんか関係あるのか?もうキノコ倒しちゃったしね。先進むしかねえ。うわ!あ、もしかしてお前か?ポイズンだろ。はい、ポイズンを取りました。で、ポイズンを取ったところで何かあるのかと言われれば。何かあるわけでもない。ああ、トルマさん諦めましょう。もういいや。こんなとこでいつまでもいるわけにはいかん。まあ、シールなんでね、取らなくてもいい。キューブだったら取るけど、シールはスルーで OK でしょ。あ、ポイズンになっちゃったせいでウィップがなくなったんだ。後悔してる。すんげえ後悔してる。俺のウィップ返してほしい。おー、下から風吹いてるんですんげえ飛ぶ。はい、ホットドッグ、クソうめえわ。えいー。ん?あれ?下から行けないじゃんね。どういうこと?ここは何のために必要なんだ?では戻りましょう。こっち行くわ。さあ、あの爆弾どうやって破壊するんだろうね。あれれれれれ?あ、ストーンか?今ストーンいたろ?どこ行った?ちょっと待って、あの扉入りたいんだけど。ノン、終わりたくないよ。ストーンどこ行った?ちょっと待って、あの爆弾どうやって破壊するのかわかんねえ。何をしたらいい?何もできないんだけど。まあね。どうやって破壊するんだ?やっぱなんか特殊なアイテム必要だよな、属性が。でそれともなんかスイッチがあるのかもしれない。なしだな。ないね、特に。諦めましょう。うん、諦めも時には肝心ってよく言うんで。ラストあった。ゲットしたところでだよね。うん。意味なし。意味は全くないようだ。諦めよう。あー、痛い!
今何が判定？何当たり判定？ Wait？ で、これでゴール？あ、ゴール、まだゴールじゃねえわ。先あるよね。はい、パラソルカービィ。おう。おはは流されてる、流されてる、危ない。風吹いてるんでね、これ。これ、ちょっとパラソル捨てましょう。逆にやりづらいわ。いりません。普通の方がいいね。ああ、これある程度乗ってたら落ちていくってやつか。あれ？風吹いてるから上に上がれるんじゃないの？そういうわけでもないんだね。あれ、送風機的なものあったんだけど、意味なしかい。何のため下から吹いてんだ？はい。で、奥に行ったが、おっちょ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 待って待って待って、怖い。落ちた落ちた落ちた。ののいやいやいや。すげえ上上がる。うわ！キューブ結局一つだけかい、見つけられたの。もう一つねえかな、ちょっと探そうか。この上あるんじゃないの。ダメージ食らいながら行ってみたけど。意味なしだね。やめとこう。毒でダメージ食らうだけだわ。当たらないように、当たらないように。イエス。あー、ちょっと早くもクリアしちゃったね。どうせなら全部キューブ取りたかったんだけど。ちょっといまいちわかんねえ、あの構造が。俺どうやって爆弾爆発させんの分かったらまたやろうと思うけど、分からないんで、とりあえず今回はこれでおしまいね。あ、よし！最後無駄なダメージ受けちゃったからね、回復しないと。毒当たりまくったからね。バカみたいに。何もなかったのに。これで何かアイテムたくさんくれるはずだ。トゥットゥドゥットゥドゥットゥン。イエーイ、センキュー。お、全回復かい。はい、ステッカー、星くんを手に入れた。エンブレムカービィ、かっこいいね。あー、ただキューブ2つ手に入れられなかったことがすんげー残念だな。ちょっとよくわかんないステージでした。今後はまたなんか取る機会あったらちゃんと取っていこうと思うんでね。ここがいまいちよくわかんねえ。なんか難しいし。うん。じゃあ次回は4の3をプレイしていきたいと思います。またね、このエリア4のステージをプレイしたんですけど、やっぱこのギガントグラウンド、すんげえ難しい。今後でもすんげえ楽しみ。うん。4の3も難しいステージだろうと思いますが、もう見る感じ難しそうだね。頑張って攻略していきますので、お楽しみに。じゃあ次回また会いましょう。グググ グ, グバイ。